三上奈美のベトナムランプへようこそ。本日はホーチミン一区ビテクッコのすぐ近くのバオジというお店に行ってみようと思います。ここはですね、ベトナム料理ではないんですけど、果たして一体どんなお料理が食べれるのでしょうか。いっちゃおしんちゃー雨三上奈美のベトナムランプ。店内に入るとバーカウンターがあります。なんとここバー営業もしてるみたいですが、奥のテーブルに進みたいと思います。なんかおしゃれ口の前、口が大きいから私。ででん、メニュー紹介です。はい、こちらはですね、なんと台湾のフュージョン料理のお店ということですね。はい、ベトナムで台湾のフュージョン料理頼んでみたいと思います。ででん。で、まあ、1枚目が麺ですね、ヌードル。でも今回私が頼んだのは、まずこのベトナム語だとバオ、パオズですね。パオズのこのソフトシェルクラブのバオ頼んじゃいました。もう一つこちらルーローハンですね、ポークベリーライスを注文しました。ちなみに他にもアラカルトとか、あとですね、ドリンクのメニューもあります。ミッカニッカニミッカニッカニミッカニッカニ、イエーイ、届きました。もう今にも崩れ落ちそうなプリプリの黄身が乗ったルーローハンと、あとめっちゃカニの形が可愛いバオパオズというわけでいただきます。ちなみにこのルーローハンにはスープもついてきました。ではまずちょっとこの湯気の熱湯気の立っているスープから持ちたいけど持てない。あ、これなんだろう、あ、これ豆腐か。今ね、この小ネギがね、入った瞬間に喉の奥にペタッて張り付いたので、むせました。あ、なんかね、シンプルなわかめ、青さ、青さのスープ、結構シンプルで飲みやすくホッとする味でございます。では、崩しちゃっていいのかな。では、たまごちゃん、これ混ぜた方がいいのかな。美味しそうや、やばい。あ、なんか下にもなんかいろいろ入ってる。ちょっと軽混ぜしながら、これでもこっちの方が食べやすそう。スプーンでいただきます。うまい。お肉がほろほろで、味付けもすごいしっかりしててめっちゃ美味しい。で、卵が絡んでいい感じにまろやかになってめっちゃ美味しいよ。これは美味しい。何が入ってるとか全然言ってないけど、とりあえずもう一口食べたいから食べます。なんだろう、この緑のなんだろうね、何かが入っています。なんだろうね、何か緑のものが入ってます。おいしい。なんかフライドガーリックとか、フライドオニオンかも入ってるのかな。なんかサクサクする食感もあって、味付けは甘じょっぱくてとっても美味しいです。ルーローハン久しぶりに食べた。このお肉とタレの甘みとご飯が最高に合う。あとこのなんか謎の野沢菜っぽい何かが、あ、なんかねっとりしたお漬物みたいなうまく言えないけどが入ってますね。はじめにご飯の上に敷かれてる感じなのかな。八角の香りもふわってその後味でするんですけど、そんなにすごい強いっていう感じじゃないので、なんか八角ね、たまに強いと苦手って方もいると思うんですけど、すごい食べやすいと思います。さすがフュージョン料理、完全ななんかガチッとした中華って感じの味ともなんか違う感じがする。
うめえ、おいしい。ちょっと一旦何が入ってるのかこのパオズちゃん見てみたいと思います。これがもう目みたいになってて可愛いですね。えい。でーん、おいしそう。もうなんか美しい。すごい、ソフトシェルが入ってるっていうのがね、嬉しいですね。じゃあこのカニちゃんも食べたいと思います。この用事が抜けたらバラバラになっちゃうから。でもこのソフトシェルの部分から食べていいかな。おいしい、殻ごと食べれるカニ、それがソフトシェルクラブ。なんかこの衣自体にも味がついて、塩味がついてて、カニの味を結構しっかり楽しめる感じになってます。衣もサクサク。じゃちょっとこの辺パオズと一緒に食べてみたいと思います。なんかいろいろ中入ってて、割とベーシックマヨミのある、マヨミ？マヨネーズっぽい感じのタレが入ってて、あとチリも入ってるのでちょっと辛かったです。でもそんななんか食べれないほどの辛さではないというか、ここにはみ出てるけど、これちょっと危険人物。青物も入ってる。マヨミあると思ったらこっち側からマヨネーズはみ出てきてた。このパオズ、パンの部分もう、パンじゃないな、パオズの部分もなんかふっかふかね。この中の食感とサクッとした食感とのコントラストが楽しめて、とっても美味しいです。これ一瞬でなくなっちゃうな。手のひらサイズぐらいだもんね。あ、辛かった。カニの身もしっかり出てきました。辛いな。でもまあこのなんか唐辛子入ってるのがいいスパイスにはなってますね。今ねちょい残ししてあってね、どっちを最後の一口で食べるか悩んでるんですけど、どっちも本当に美味しいからすごい困る。ちなみにこのスープはなんかフライドオニオンが入ってたんですよ。このフライドオニオンの出汁が結構出てる感じなんですけど、フライドオニオンなんで、そのちょっと周りがなんかね、このスープに入ることによってふやけてくるっていう不思議なちょっと感じがします。どうしようかな。でもやっぱルーローハン先食べてカニちゃんで締めようかな。本来私やっぱ米が一番好きなんで、炭水化物の中で米が最も好きなんですけど、このパオズめっちゃ美味しかった。ご飯とお肉の間に敷かれたこの漬物の細かいやつみたいなやつが入ってるので、なんかくどくなりすぎない感じの食べやすいルーローハンとなってます。こっちは最後の一口だ。そしてカニの残骸、カニのかけら、最後だからこれ取っちゃう。辛かった。うん、うん、わ、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。このね、ソフトシェルクラムのパオズの方は初めからもう何も言わなくてもカットして来てくれたので、すごい食べやすい感じでした。ただね、サイズが本当にちっちゃいから一瞬でなくなっちゃいます。あと中にその輪切りの唐辛子が入ってるんですけど、まあそこまで超辛いタイプの唐辛子ではないと思うんですけど、辛いのが苦手な方はもしかしたら最初から抜いてもらった方がいいかもしれないです。あの生の唐辛子なので結構辛みがきます。というわけで台湾フュージョン料理のバオジー、とっても美味しかったです。ぜひ皆様このルーローハンとパオズ、男の人だとね、もしかしたらこの両方頼んだとしてもちょっと物足りないぐらいかもしれない。でもまた食べたくなる味って感じなので、私もちょっとまた近いうちに
きたいなと思います。すごいそれぐらいとっても美味しかったです。というわけで本日も三上奈美のベトナムランポご視聴いただきありがとうございました。最後は奈美奈美じゃんけんじゃんけんぽい、やっぱりカニのチョキ、バイバーちょっと上のネオン管とかも気になるので見てみたいって言ったら上がってもいいよと言われたので行ってみたいと思います。ちなみに上の席は予約の方のみ入れるっぽいです。まあ、あとは混んできたらね入れると思うんですけど、というわけで行ってみましょう。ガラス瓶で壁ができてて可愛い、おしゃれ。マリリン・モンローがいっぱい、なんかアンディ・ウォーホールっぽい、なんか下の壁でもバンクシーっぽい絵とか飾ってあったりとか、現代美術が好きなオーナーさんなんですかね。あ、すごい広々としてる。この壁がタイルなのも可愛いですよね。バウジー、すごい、なんか椅子的にはさファミレスみたいな感じで結構のんびりできそうな、すごいカーキ色で、2階もまたちょっとタイルの色も違うし雰囲気が少しだけ違うのかな。こんなおしゃれな感じになっておりました。